い、今回は東京を飛び出してなんと京都にやってきました。というわけで、なんで京都かっていうと、まあ東京とかにもね、いっぱいいろんないいとこあるんですけど、あの海外の人とか、まあ日本の人にも京都のいっぱいいいところを知ってもらおうと思って、今回は京都に来ました。そしてまず一発目は、はい、泉涌寺っていうお寺ですね。ここはあの天皇の何ですか、母体寺ですね、となっているお寺、重要文化財ですね。すごい由緒正しい。でもちょっと穴場って聞いたんですけど、ちょっとここで写経の体験をしてみたいと思います。まず中に入ってみます。今ここかな、現在地ここにいるんですけど、すごい広いな。僕初めて来るんですけど、そうで、今回写経をする場所が雲龍院っていうところですね。あそこの上、はい、あそこまで歩いて行こうと思います。スタッフは中村さんが来てます。よろしくお願いします。天気どうすかね。でも雨の予定だったけどね、予報だったけど、普通に曇ってるまあでも涼しくていいんじゃないですか、うん、僕初めてなんですけど。初めてですか。いや4回目です。4回、そんな、どんな感じ。大きくて落ち着いて、安定的なお寺かなと。あ、そうなんだ。人がやっぱ今いないね、うん、京都はいつ以来。京都はこの間奈良で撮影があって、その時に通過した以来なんで、まあ、ちゃんとこう降り立ってきたのは、な、鮮明に覚えてるのは大学生の時にみんなで友達と来て、自転車で、電動自転車で爆走したっていう感じかな。だから意外と、なんだろう、金閣とか清水とか、そういうところ、有名なとこしか回ってないんで、こういうところは回ったことないかな。楽しみです。今日雲龍院で写経体験ですけど、写経体験も確か初めてですよね。写経も初めてだね。習字と違うのかね。今日は多分筆で書いてもらうことになると思うんですけど、ね、習字は6年間やってたんで、なんか簡単にできちゃうんじゃないかなって思ってるけど、どうなんだろうね。そんなこと言ったら怒られる、ね、でこれでももうちょっとまっすぐだよね、はい、ようやく着きました。何分ぐらいですかね。10分ぐらいですか。暑い、涼しいとは言ってもね、暑いね。雲龍院さん暑いですね。こんにちはこんにちはお邪魔します。すごい綺麗。じゃあここでね、写経体験したいと思いますよ。
これは本堂かな、うん、本堂ですね。はい、到着しました。では行ってきます。あ、終わったけど、どうですか。はい、終わりました。どんぐらい時間、1時間ぐらいですかね。1時間ちょっと、うん、はい、終わりました。これあのお持ち帰りができるということで持って帰ろうかなと思いますが、どうですかね。なんか僕さっきあの習字やってたとかなんちゃらとか言ってたんですけど、別になんかそういうことじゃないなっていうのをもう書いてすぐ思いました。やっぱなんかこれ写経って修行って言ってたよね、うん、やっぱ修行なんで、なんかこの下あの横になんか見本があってこう書いていくのかなと思ったら違くて、あの薄くこう見本が書いてあるんですよ、下に。でその上にこのね朱色の、朱色っていうのも面白いよね。ここだけみたいですね、うん、なんか昔からだって言ってました。書道の先生がよく添削するときに朱色使ってたから懐かしいなって。それでまあね、ゆっくり書きすぎても多分勢いがなくなるって、なんか多分綺麗に書けないし、早く書きすぎても多分ぐちゃぐちゃになってしまうので、なんかその辺の自分の集中力とのバランスを考えながらね書きました。1時間、でも結構あっという間だったね、うん、セミの声と、はい、ねえ本当にもう無音の状態でね、ね、というわけで花より団子というわけで、あの抹茶のセットなんですよこれ、写経と。なんでお抹茶とお菓子、抹茶のお菓子をいただきたいと思います。あ、落としちゃった。じゃあ庭ね、うん、すごいよねこれ、ちょっとすごい、うん、本当にセミの声しかしないね、うん、いただきます。美味しい。うん。うん。この美味しい以外出てこないね。でもなんかいいね。あの、うん、なんだろう、メディテーション、うん、なんて言うんだっけ、瞑想ですね。自分と向き合って、なんかねいいね。なんかお願い事は、なんかね、あのお願い事って僕、まあ、神社とか行ってもあんまりしないようにしてるっていうか、しないんですよね。あの感謝するっていうことにしてて、まあ、あのここまで無事に健康に来れてありがとうございますっていうふうに毎回思うようにしてるんですよ。なんであのここにねお願い事を書くところがあるんですよ。でもまあ
ありがとうございますということで、お願い事は特に書かずに感謝して抹茶をすすっております。はい、なんか別にお願い事してもいいと思うけどね、普通に。まあでも僕は感謝スタイルでやってます。これから瑞光窯さんで、なんていうんだ、京焼きのろくろじゃなくて、なんていうんだろう、手びねり、ろくろ、電動ろくろではなくて、こう自分でこう回して作るという体験をしていきたいと思います。では行ってきます。これしましょうか。はい、どうしましょう。最初に簡単に流れだけ説明しましょうか。はい、まあ、このすごい、なんかもういきなり始まるんですね。まあ東京の電動なんですけど、はい、この器っていうんでしょう、はい、この底面があって、はい、そこからこうずっとこう斜めに広がっていってるんですけど、はい、はい、まあやってみましょう。やってみましょう。はい、はい、でこれ、あ、なんか気持ちいい。作っていきます。この柔らかさ、まあ、これ、うん、あ、バッチリです、バッチリです。ここの、お皿の底辺のこの厚さあるじゃない、下の底の、うんうんうん、ここの厚さって気にした方がいいんですか。この一番底面ですか。はいはい、底面からこのここまでの厚みは薄くしない方がいいんですか。はい、薄くしない方がいい。今は薄くしない方がいい。これなんかちょっと薄くしちゃったんだけど大丈夫かな。あ、いやいや、これぐらいだったら大丈夫ですか。うん、なんかこれで、でもあともう一段この広がりを外に徐々に広げていってもらって、うんうん、この握るのの寄せるのをもうやめて、やめていく感じですね。もう広げて積んだ方がもう積まなくても、積まなくてもある程度広がってくると思います。なんかでかすぎても邪魔かなと思ってきた。もうこれほぼ完成に近づいていってる感じですか。うん、ですね、あ、じゃあもうこっからイメージして、じゃあちょっといいですか、ね、あとはもうわざとその指の跡を完全に模様代わりにつけて、はい、っていう感じもありやし、はい、こういきなり僕がやっ、もちろん大丈夫大丈夫、切って、あ、やりすぎたと思ったらまた足したらつければいいですね。いや、バッチリバッチリ。いいですか。いいですよ、いいですよ。ちっちゃいやつにしたらよかった。やっぱり大きいのはやっぱ時間かかりますね。いやいや、大きい方が面白いですよ。ちっちゃいやつなんかすぐできちゃいますね。何作って。感じになりました。仕上がりが楽しみです。ちなみにこれは
村さんの対策です。はあ、疲れた。疲れたね。まあ、今回は体験をメインにしたものとかことを紹介できたらなと思うんで、結構疲れるね。でもで、お宿はヒイラギ屋っていうすごい歴史ある旅館ですね。今日はなんでそこに泊まろうって思ったんですか？いやでも二大旅館なんだよね。俺全然京都のこと詳しくないからわかんないんだけど、二大旅館、三大旅館そうみたいです。でなんかやっぱり旅館がいいなっていうにあの、うん、ふうに思ったんで、なんだろうね、なんでだろうね。ホテルは東京にもあるから。ホテルはそうだね、ホテルはもう全然選択肢なくて、あとちょっとで多分見えてくるはずです。あ、来ました。来ましたよ。あ、はい、ヒイラギ屋さん到着。もう一つの瓦屋さんの前向かいなんだね、はい、じゃあもう三大旅館が近くにあるんだね、はい、こちらが瓦屋さん。じゃあこう渡ります。今日は今日はこちらの旅館に泊まりたいと思います。じゃあそれでは今からヒイラギ屋さんのお部屋のルームツアーをしたいと思います。はい、おお、和室ですね。和室ですよ。ここは何でしょうね、お茶とか立てるところですかね。ここは鏡ですね。そしてこっちに進んでいくと、はい、洗面所でお風呂、いいですね。なんかここは200年ぐらいの歴史があるそうです。そしてこう行って、これもねすごい綺麗、お着物が飾られています。浴衣、ここがまあ今リビングですね。はいはい、すごいな、なんかね、こんなとこに泊まるんだっていう。そして今着いたんですけど、お抹茶を立ててくれました。外もね、はい、見えるかな、見えないか。庭がすごく綺麗です。ここ2階なんですけど、すごく綺麗です。